小説3億円事件は、松本清長の短編小説。週刊朝日に掲載され、1978年10月に短編集、水の肌収録の一編として、新庁舎より刊行された。正式には、小説3億円事件、米国保険会社内調査報告書。2014年にテレビドラマ化されている。ニューヨークの私立探偵事務所所長を務める、私は、 1968年に日本で発生した3億円事件により再保険の損失を被った本国アメリカの保険会社の依頼を受け来日同事件の調査に乗り出したこの事件の後雷族と呼ばれた近隣の青年グループのリーダー格浜野賢治が捜査線上に浮上していたところが途中から同事件の捜査の責任者となった有名な刑事は 事件に関して犯人単独説を主張する。この結果、アリバイの存在、遺留品に基づく血液型鑑定などにより、検事による犯行説は捜査本部により否定された。私たち調査員は、このベテラン刑事の推理に疑問点を見出した。ゲイボーイの青年など、検事の周辺人物を調査するうちに、同事件に関して、私たちは一つの推定を得るに至った。 検事の行動の背後には、大人たちの作望が秘匿されているのではないか松本清長ドラマスペシャル、3億円事件のタイトルで、2014年1月18日、テレビ朝日開局55周年記念、松本清長2夜連続ドラマスペシャル昭和の2代、未解決事件の第1夜として放送された。ドラマの時期設定は、3億円事件事項成立の、翌年、 1976年とされている3億円事件に関するカテゴリーありがとうございます。